皆さん、こんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社、リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、犬のうんちを踏んでも感動できる人の考え方というテーマでお届けいたします。何、えー、やら冒頭から、ね、うんちとかね、うんちを踏んだとか、あまあこんな言葉が出てきてますけど、実は今日はですね本のご紹介です。 ヒスイコタロウさんのですね、えー、本ですね、文庫になっております。ヒスイさんといえばね、天才コピーライターと言われてて、えー、っと、生まれ故郷が新潟ということなので、私と同じということになります。えー、それで、これね、最悪の事態が起こっても0.1秒で最高の事態に変えてしまうというですね、えー、なんとも翡翠さんね、えー、得意のですね、 こう、テーマっていうかな。そんなもので書かれていますで。冒頭ですね、小林聖寛さんっていう方いらっしゃいますけど、その方の言葉が書いてあって、ちょっと紹介します。すべての物事はプラスもマイナスもなく、ゼロであり、ニュートラルである。好も不幸も存在しない。そう思う心があるだけ、見方を変えればすべてが変わるというね。えー、こんな言葉はですね、シェイクスピアもね、確か残してると思います。世の中には好も不幸もないと。 えー、結局ね、自分がどう思うかがね、えー、問題なんだってことなんですね。そうですよね。よくよく考えてみれば、絶対的な不幸とか絶対的な幸せというのはやっぱりないわけです。自分がどういう風に捉えるかっていうのが一番重要なんですね。えっ、ー、と、それでこの本はね、本当におすすめです。えー 意外とできそうでできないことばっかりなんですね。えーまあ、我々は常日頃ね、日常をこう生きていますと、ちょっとしたことでものすごく悔しがったり、ああ、自分って不幸なんだなと思ったりもする場面も一日の中で何回もあったりするわけです。だからそれをですね、どんなことがあっても、あ今が最高なんだ、今幸せなことが起こったんだっていうね、そういった練習をしなければなかなかならないんじゃないかと。それでね、これクイズとかね、テストがついてるんですね。 えー、もう無理不可能の見方ってことで、1000名で二人三脚をしてギネスブックスに挑戦のはずが、イベント当日、参加者は400名足らずしか来なかった。イベント開始まであと3時間。さあ、こんな時、もしあなたが主催者だったらどうしますか なんていうですね、クイズもあります。さてさて、えー、これをご覧の皆様ですね、どうでしょうかもしあなただったら600名も足りないわけですね、参加者が。これしかも3時間前、どう捉えるでしょうか、まあ、無理だ、もう不可能だ、やめようとかね、まあ、そんなことを言うのだったら普通ですよね。 これをどうプラスの状況に変えることができるんでしょうかという話ですね。まあ、そんなことがいっぱい書いてあります。はい。今日はですね、犬のうんちを踏んでも感動できる人の考え方、翡翠小太郎さんの本を紹介させていただきました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの谷川博之でした。